四代目三遊亭一万立花は、愛知県豊川市出身の落語家。五代目演学一門会所属。本名、中村明成、愛知県豊川市出身。豊川市立一宮西部小学校、豊川市立一九中学校、愛知県立国府高等学校を卒業。法政大学で落語と出会い、同大学文学部を5年で中退後、六代目。 三遊亭どか立花に入門する。どか立花が最初に会った時の印象は、猫背で出っ歯、嫌だなと思ったが、気迫が尋常でなく、弟子入りを断れなかった。人呼んで、オペラ座の怪人ならぬ、落語の怪人。趣味は、ボクシング観戦、読書、動物園、チラシや手拭いなどに使っているキャラクターのキツツキは、 デザイナーの坂崎千春のデザインによるもの。2017年11月以降、三遊亭健康、三遊亭大楽とともに、落語芸術協会の新宿末広亭の定席に、広報枠で常時出演しているほか、同協会の興行にゲストなどでもたびたび顔つき、されている。2020年3月30日、新型コロナウイルスの影響による、時間短縮により、 この日14時で公演を終了させた、新宿末広邸の定席において、演学一門会所属でありながら急遽取りを取った。演目は、火炎ン鼓、観客は2名であった。ありがとうございます。